はい、ということで、最終章来ました。 1,2 とクリアして、うん、いよいよ最後、相当な人物たくさん出てきてるし、うん、何にも解決してない。そのバローズ城の地図を手に入れた。そこに向かって最終局面に向かうと、はい、なるわけでございますね。やっていきましょうか。あれなんかあれですよね、主人公、はい、僕らの主人公ジェニファー、ジェニファーじゃなくて、あーハリー、なんだっけ、ヘレン、ヘレンがゴッツに会いに行こうみたいな話してましたよね。会いに行きましたっけ。ゴッツに会いに行ったじゃん。あーヘレンが、はい、まあでもあ、ね、さっきあれ、あもう行くんだね、はい、ゴッツ行きます、行きましょうか、はい。どっち動かすことになってんだろう、この画面からは。あ、よう先生、今度は俺の番だったよ。どうしたの、うん、どうしてもこうしても出やがったんだよ、あいつが。まったく、これじゃ信じるしかねえな、シザーマンとやらを。まあ、ゴッツ最強説あるよね。強いパンチ。それに、マゾも手に入れたよ。実に面白い事件だな。シザーマンと呼ばれる人物にぜひ会ってみたいものだよ。あったらさ、こうしようのかすぜ、バートン先生。まだ喋れる。それより先生、手がかりも見つけたぜ。本当に？ああ、イギリスにバローズ城って城があるらしいんだが、その場所が分かった。バローズ城、うん、ということは、バローズ一族がノルウェーに移住してくる前の住処か、シザーマの故郷というわけだな。多分そうでしょうね。おう、行ってみないか、何か分かるかもしれん。なるほど。すぐにでも。行きましょう、行きましょう。よし、明日の朝一番の飛行機でイギリスに行くぞ。面白い。すごいフットワークだな。みんな行くんや。私も同行させてもらうよ。そんな明日行けるもんなのかねえ。すごいフットワーク。まあ、新聞社。確かにジェニファーがノランって新聞記者のことを話してたわね。ノラン？オスロウィーク新聞社。ティム、この辺ノランが出てくる。あれ、ヘレン・マスクウェル、ちょうどいいところに。何？いやー、ちょうどある筋から情報をもらいまして、イギリスに行かれるそうですね。何か手がかりでもあったんですか？なんでそれを？いやー、簡単な推理ですよ。担当の警部補が事件をほっぽり出してイギリスに行くなんて答えは一つじゃないですか。まあな、大したものね。キムとノラ、どうです、僕らもご一緒させてもらいます。新聞社いらないな。構わないけど、ゴッツがなんて言うか大丈夫ですよ。あの警部さんなら僕ら怒られ慣れてますから、うん、分かったわ。じゃあ明日の朝一番に空港で。なるほど、よろしく。これ何、仲間を集めてみたいな。すごい。じゃあそれならね、エドワードにもね、やっとかないと。エドワードも連れていかなきゃ。謎大きい少年だからね、今のところね、うん、エドワードはだいぶ合ってないとか、ジェニファーに一番合ってないですね。そうなんだよ。あ、ヘレン先生、またシザマが出た。もう知ってらっしゃるんですか。今ニュースを見ました。また人が殺されたそうですね。リックはね、うん、まあ、犬だけどね、殺したの。厳密に言うと。それでヘレン先生、私たちがグラニット人、こんな危険なところにエドワードを置いておけませんもの、うん、そうですか、うん、私たち明日イギリスに行くつもりですので、それでこれでお別れですね。イギリス、うん、バローズ城と吉城に行くのよ。さすがに行かないでしょ、うん、そこ行けばシザーマンの手がかりがつかめるかもしれないの、うん、行かないよ。てんてんてん、僕も行っていい。なんでエドワード、何を言い出すの、うん、それは怒られる。だってこのままじゃきっと僕も殺されちゃうもの。僕も行って手伝うよ。その発想にはならないけど、エドワード、それは、うん、いいよね、ケイ先生。すげえ喋んじゃん、エドワード。分かったわ。分かったんかい。すげえ喋り出したけど、ヘレン先生、お願いします。なんで？わかりました。では明日の朝一番の飛行機で。わかんないです。でも行きたいんだ僕は。エドワード。本当のことを知りたいんだ。わかんないのよ。いいよね、大島ちゃん。行ってもいいよね。誰かに言わされてない？これ怖いな。僕はエドワードじゃない。あ、本当の自分の名前を知りたい。怖いな。そのためにはバローズ城に行くしかないんだ。出すなよ。あ、いいよね、大島さん。変な設定を。変なの出すな。いやでもやっぱ真実を知りたいですよ。なんかね、無理やり連れて、すごいね。あ、そういえばあの人にも会ってないな、サリバン。そう、サリバンに会わないと、図書館の館長。誰かいるかしら。何にも聞いてこないですもんね、サリバン。毎回行ってもいないし。うん、確かに。なんか秘密のコレクションも見せてもらえないし。本当だよ、それ見たいよな。はい、ヘレンさん、イギリスのバロジオ行くそうですね。ええ。うん、ええ。みんな知ってる。ね、それともう一個だけ。みんな知ってる。筒抜けなのよ。わら、お城なんてベタに見るものじゃないしっていう、そういう発想。そうかしらね。
のんきだな。でもこれってあの研究所にいたメンバーな。そうそうそう、大学の人たちだよ ね、なんでここにいるんだ。確かに。え、あれ、サリバンは、ごめんなさい、もう一回見ていいですか。うん、同じ、あ、違う、あれ、誰も知ってる人じゃない。あ、サリバンに会えないぞ。サリバンには会えない。まあ先こっち行きますか。ジェニファーはまあ家にいるとして、そうか、研究所。お、来た、お、ダミー。イギリスに行くらしいですね。羨ましいな。僕もパスポートを取っときゃよかった。ないんだ。ああ、行かないんだね。なるほどね。最後ベスは行かない。ダミー、自宅に帰って。え、ジェニファーは、え、じゃあどこ行くの。ここしか見てないとこないし、ね、何その文字、怖くないな。ねえ、もう行かなくていいよね、リックの家は。行かなくていいよ、だっていないんだもん、誰も。犬しかいないんだから。また洗剤ぶちまかさない。え、でも見れるとこが、図書館は誰もいなかったわってなってたじゃないですか。もう一回見ると、もう一回見るといるかもしれない、わかんない、いろいろ行った後に行ったら。ああ、あ、そうか、ガッツともう一回会います。ガッツ誰、ゴッツですか。石松さん出てきたよ急に。ゴッツね、はい、うん、みんな集合してんじゃないですか。ヘレン大丈夫なの。ジェニファーだ。本当だ。ええー、マゾも回収できたし、他にも手がかりがつかめたわ。うん、うん、警部から聞いたわ。バロズ城に行くのね。はい。いつの間にかメンバーが十分になってるぜ。多いな。多いな。観光ですもんね、もう。邪魔なんだよな。そんなにいらないよ。遊びじゃね、向こうの警備にも連絡が取っておいた。レンタカー、そう。2台に分かれていかないといけないじゃんね。ねえ。か、まあ、リムジンか。シザモン、今度はこっちが追い詰めてやるわ。お、すごいやる気。うん。怖がってないな。ね。お、なんだあれ。いや、ジャンボジェット機、うん、すごい。いいね。いいですね。ロンドンに行くんですね。ああ、いいな今。おお、日が落ちてきたな。ほら、今点々で。え、あ、もう奥の方に行くんだね。すごいなこれ。なんだ、夜になってからの行動は危険だわ。今日はここでキャンプ。そうだな、その方がいいだろう。いや、キャンプも危ないだろ、絶対、ね、山で。どこにでも出るんですから。うわ、おかしいわ、ジェニファー。どこ行ったのかしら。もう危ない危ない。もう、うわうわ、びっくりした。ゴッツだね。おい先生、ハリスとエドワードが見なかったか。うわ、手が今、終わって探してるんだよ。どこにもいねえんだよ。10人も連れてくるからだよ。ジェニファーもなのよ。みんないないんだから。まさかと思うが。え？何？勝手に行ったってこと？どういうこと？少数精鋭で行けよ。お、ラストシナリオ、うん。え、どういうこと？もう行っちゃったってこと？バローズ城に先にジェニファーとかが。うわ。ん？ Hurry up, Teach. Hurry up, Teach. どうしたっす？みんな待ってるぜ。喋ったっけ？今うわ、何？わわわ、割れてる地面が。やばいやばいやばい。わわわわ、早く早く逃げて逃げて。え、ああ、危ねえ。一体どうしたの？もうで戻れないってことだ。入り口に。はあ、そういうことか。はあ、こっからか。うわ、怖い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 。完全に崩れてる。向こう側には行くのは無理ね。引き返せないですよと。怖いな。一周だからマップでかそうですね。うん。うわあ、ここは。うわあ、うわあ。奇妙な屋敷だね。まずいきなりここが鍵。ね、玄関。ごつい。で、階段があって。文句のようなものかしら、こっち見ますか、うん、あ、ここも見れる。うまいこと書けるか、ね、小さな、手紙がテーブルの表面にくっきり浮かび上がっている、うん、じゃあまずこっち行きますね。はい、入れるかな。お、入れた、ね、こっちは崩れてない。うわ、気持ち悪いな。肖像がみんなどこか似ているわ。
家族のお写真なんでしょう。なんか矢印みたいなの出てますね。歴代当主の肖像画だ。見れるものは見とかないと、うん、机。うわー！あー出た！早っ。早いって。もう逃げ方わかんないだろうがいい。これでむちゃくちゃされんだよな、いつもね。これそこ入れないんだっけ。まだ見てないっす。早いな、いきなり。いけた。ちょっとまずは巻くこと。うわ気持ち悪い。どっか隠れれるとこ。おつおおおち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 おおおおおはや。もう勝ったじゃん。もう出てこないでしょ、これは。しばらく出てこないぞ。ねえ。ナイス。よし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 。あぶねえ。もうついてきてますね。地図が。絶対チザーマンが急にペンと出てくるところは、なんかありますよ、絶対。これでいつも毎回僕ら、見た気になって、うん、そうなんだよ。あとあとまた来て。まあ、ちなみに何持ってるんだろう。あ、なんか落ちたぞ。なんかありましたね、今。ガタンって。しかも懐中電灯とか、そういえば、取りましたね。うん。今後使うかもね。ああ、サイドボード、何も入ってない。ここですよね。なんかガタンっていったよね。ここまで来て、アングル変わらないのかな。あれ、無理なのか。力だもん、そうなんだ。その下の板みたいなの落ちてない？ないのか。まずこれ見て、まあ、それは変わったところはない。なんか落ちてるよね。そうですね、はい、ちょっとそこは一個ずつ見てきます。うん、じっくりね。サンタでもダウンのね、うん、ここそれはこれで見れるのかな。見れんじゃない。あ、見れた。いけ。テーブルの上に何か置かれている。これ鍵だわ。鍵だ。来た。これこれ、バローズ邸の鍵を手に入れた。これ大事。一番大事じゃない。それで OK か。このね、矢印みたいな、なん、あ、これ何、あ、あれか、ライト。じゃあちょっと行ってみましょうか。もう行ける。うわー、おー、いいな、扉が、多いな多いな、追いつかねえよ。寝室みたいな。あ、なんか出てきた。本が置かれている、うん、取って、取れるかこれで。お、何この本の表紙。鉄板だわ。銅板ね。銅板表紙の本を手に入れた。今見れたりしないのかな。それなんか防御できるんじゃない。ドンみたいな、ハサミを。ドンって、うん、まあ、ゴッツと一緒に行動すれば間違いないんだけどな。確かに強いから。強いから石鹸も持ってるし。キャスターだ。ほこりが積もっている。その右は、うん、そういうの全部くまなく。お、お、お、何、何、ああ、ああ、待って待って、え、え、何、待って、あ、そうだ、あれは鉄板だ、鉄板。これでペンってやれ。違う違う。何、なんかないの、そういうの。え、何よ。鉄板でこうでしょうが。ゴキブリ作戦にならないの。なんだろうね。どうぞ。意味わかる？わからない。これが一番の謎。これがまあ見えないか。え、今の部屋はどれのことですか。ここですか。うん。ドアがあって、これ今これ今これ、なるほどなるほど。
で手が飛び出してきたぞと。これだよな。これ本で僕叩こうと思ったんですけど無理でしたよ。あのテーブル開ける前に何か倒せそうなものないかを先に調べておいた方がいいかもしれないですね。もうないのか。で本も手に入れた、うん、シート。その奥のあのあれはないですか。これはい。コードあっちに隠れるとかそんなことないか。あそこもう見れる。見てなかったお前。あそうだ、キャスターほこりが積もっているわ。この上、その上やったら、あれ違う。基本な。でどうやって倒すのじゃ。キャスターをでギャーンって引くんですかね。なるほど。はい。あでもボールペンとかなんか上に乗ってますけどね。ほら。ボールペンだ。だからこのアングルになってるんだ。あの奥のやつは何ですか。キャスターキャスター、ちょっと、あ、いたいた、よしよし、オッケー、それで、グザッ、よいしょ、うわ、ぐじゃり、ぐじゃり、どういう意味なのこれ、うん、もう出るよこの部屋、まあ、オッケーかなと。もう出るよ、見ようか、この手も一応。あ、これなんかあるか。あ、メモが入っている、そうか、その中。悪魔の子供を追放する言葉を暖炉に隠す、クエンティン・バローズ。暖炉、あ、そうだ、暖炉、悪魔の子供を追放、これだわ。ものすごく確信に迫った。ちょっと暖炉戻るか、うん、さっきのねメモ。暖炉どこでしたっけ。ここだよ、戻るよ。はい、ここだ。なんかあんのかな。でもないのか。あ、なんもないの。まだないか。じゃあもう一回探しますか。はい。まだあと2つ部屋があるんで。うん、真ん中行きます。はい。三角のちょっとシザーマンズ静かにしててほしいですね。結構落ちたからね。はい。でもそんな簡単に出てくるの。うわ、気持ち悪いな。これなんだろう。滝。どこから水を引いてるのかしら。気持ち悪い。その下。これも触れますね。ここにも扉がある。木ですよね。地面にバルブが設置されている。バルブ。噴水の排水用バルブのような。その下の、それ見れないですか。これなんか見れない。よく見ると病気になってる方がだいぶ混じってる。下見れない。でこの木は、これ見れる。これもうでも奥の扉です。鍵かかってそう。あ、行けるんだ。行けちゃう。あれ？あ、出てくる。え、違うとこなのかな。違うとこだわ。違うとこだ。ちょっと戻りません。ちょっとこれ複雑すぎるな。いや複雑、なんかやっぱ一周回ってる感ありますもんね。え、これも見れる。ああそういうことね、うん、一緒だよねこの辺も。一応見てみて、ポロンってなんか落ちてきたりとか。まあ一緒だね。じゃあちょっと戻って、もう一個のドア行ってみますか。はい。牢屋みたいなのあるけどね。はい。なんか、だからそこも触れそうですよね。いや、複雑だなぁ。うわっ！うわ、続くのかい。これどうする？進む？行きましょう。うわぁ、怖い！ドアがあります。入る。はい。鍵かかってそうだけど、入れんじゃん、全部入れんじゃん。入れる、誰にも合わないっすね。自分はびっくりした。これはキッチン。なんかみんなで
校外学習みたいなところでさ、森の学校みたいな行きましたね、そういうの。そういうキッチンで、はい、鍋、調理鍋、この上もあります。それ見れそう。見れない、見れない、ね、あ、下そこ見れました、ね、見れます、調理台、調理台、ゴキブリいそうなんですね。気はしないんだ。うっ、あ、来たよ。どっから来るの？どっから来るの？あ、そっちか。うわ、わからない方に行かされる。あ、いや、一周回って捨てる方に逃げましょう。ああ、ちょっと待って、むずい。どこに逃げよう。キッチンドア、廊下、今なんか、ちょっと今待って、マップが全然わかんない。こっちに戻るよ。隠れれるとこありました？どうやって巻こうか、それがピンとこないんですよね、今。ね、これで3つのドアになって、ここなんだっけ？そこは寝室です。入れない。あ、クローゼットなんか入れないですか？ああ、そっか。これで絵の部屋に戻ってくる。暖炉の中とかは？あ、ここ？お、来た。おら！よしよし。で、で、で？逃げる？え？逃げるの？この部屋から出ればもうあれじゃないですか。ミッションクリア。お、いけた。お、いけた。まだ行きますか？こっち、キッチンの。逆側行く？まだ、もう戻る？とにかくこっち先攻めません？いないの？ここには。もういないですよ。暖炉、そんな気、そこは空気読むんで。本当？はい。本当にいないわ。はい、空気読むなぁ。そこはもうしっかりやってるんで。教育されてるの。はい。名作ですよ、これ。ちょい、そういうところ。いや、いた方がな、よりリアルだけどね。いえいえ、名作がこうスムーズにやっぱ進める。じゃあここ、もう一回戻るよ。はい。キッチン。まあ、シザーマンが出てくるってことは何かがあるの。はい。逃げて他のとこ調べ出して、そういえばあの奥行ってないよねって言ったらまた出てくるんですよ、シザーマンが。あ、もうしらみつぶし。ここはキッチンですけど、まだ見れるとこあるんですよ。見れるとこあったよね。はい、この割れたさ、あ、見れるね。見れる。 あれ、なんかドアのとこにもありますね。 あるよね、なんか皿が粉々になっている、はい、なんだかもったいないわ。そこ？あ、この下は見れない。見れないですね。これも見れない。その下見れるんじゃないですか。どこ？今。ここ？棚の下です。あ、これ？いや、違います。木の棚の下あたり。あ、本当だ。これとかもでもどつけるのかな。あ、重いそうなフライパン。これも見れる。これ流して、あ、なんかあるぞ。ゴミ箱、中がクラクラ動いている。はい。もうないか。じゃあもう行きますか。この部屋行くよ。はい、ドア行きます。あ、うん、え？え？何？何？あ、うるさー。ここから喋るんだ。どうだい？何か分かったかい？何も。そう、それにしてもなかなかいい建物でね、ここにいると落ち着くよ。何を言ってるの？シザーマンが同じの建物の中にいるのよ。すごい変なやつだな、これ。これは僕の推測だけど、彼は鍵を持っている。僕の狙いは君なんだ。え？え、何？君なんだ。そうだ、この鍵さっさと。え、なんか変なこと言ってたよね、今。はい、さあね、まあ、早いとこシザーマンを倒すことやら探した方がいいよ。何こいつ？何なんこれ？めっちゃ怪しいな、ね、彼の狙いは君なんだからって言ってたよな。言ってましたね。何の鍵もらった今。暖炉の鍵。あ、持ってったんじゃないですか。あ、そうか。あれ、なんかくれた暖炉の鍵。いや、暖炉の鍵もらってないよ。なんかもらってない。ここで人と会おう。ハリスだね。ハリス。うわ、うわ、何、気持ち悪い。
光る見た茶色。ここが食料庫。食料庫ではないだろ。あ、でも缶詰が並べる。腐ってる。腐って膨らんじゃってる。気持ち悪い。これ大事な。どこ行ったんだよ、ハリスは。この中入ってって。ね、あの、あれは段ボールは。ね、段ボールしかないよね。はい。ここに隠れれるのかな。最初にハリスに会ったのは。空っぽ。おお。隠れてもさ、さっき刺されたもんね、段ボールの上から。でもやっぱ気づく気づかないはあるんじゃないですか。はい。出ますね、じゃあ。はい、じゃあ違うとこ行きましょう。ハリスどこ行ったんだよ。はい、戻ります、はい、暖炉の鍵ってどういうことなんだろう。こっちにもあるのよ。はい、どこも鍵かかってるんだよな。でもなるほどなるほど、繋がってるね。ここと繋がりましたね。さっきここ真ん中から、そこ真ん中行ったら滝にがあれば繋がります。そうだね、繋がってるね。滝あれ。よっしゃ、繋がった。繋がったね。これじゃ一回戻ります、フロアに。その右はじゃ、右にもあるよ。一応見ときます。一応見とく。あれ、アイスいいのか。まだ2個あんのよ。ほんとだ、閉まっててくれよ、どこか。うおエドワードじゃね。ほんとだ。いや違う、あの女の人だ。ベス。Are you okay? Hi, Helen. What did you say? なんで英語で言ってんの。ちょっと今うるさいかみんなうるさかったな。しっかりして、ベス。私はもうちょっとこの城調べてくるわ。まだこんなところうろつくつもり。大丈夫。資産を渡す鍵はここにあるのよ。私はそれを探さなきゃ。ベス、あなたはここでじっとしていた方がいいわ。危ないよ。 No way! 冗談じゃない。こんなところで一人気になるなんて。私もついていくわ。もうついてこい。その方がいい。うん、絶対ついていった方がいい。二人だと多分チザーマン勝てる、うん、あ、一応なんか見れるとこあるか。ここは？あの、どこまでもついてるように見える。この鏡とか。あ、その、この会話をやめないと見れない。そういうことか。もう一回話せる。もう一回話せる。よく聞いて。シザーマンにとって相手が何に言おうか関係ないのよ。だったらバラバラに行動した方が誰かは助かる確率が上がるはずよ。行った方がいいよ、一緒に。ね、必ず私はシザーマンを助ける方法を見つけるわ。だからここで待っていて。いいの？おいおいおい。絶対戻ってこいよ、ベス。じゃなくてヘレン。大丈夫？もう行くしかないもんね、でも。はい、もう話しかけれないわ。鏡は。鏡も触れませんね。ちょっとベス、絶対一緒に行った方がいいけどな。一回向かい入ってもらっていいですか。ベスベス、おい、いやそんな待ってろって言ったらどうだ。ベス、いやもうそんな嫌な予感したけど、やっぱり嫌な予感はした。うん、ベス、まあまあまあ、ベス部屋っていうことは何やねん。何このアングル。あ、どっから出てきてんだ。どこ。ああ、じゃあそんなに広くないですね。ああ、本当だ。1階は制覇したんじゃないですか。いや、ここ来てないし、こっち。そこはあれですよ、入り口ですよ。あ、そうなんだ。そこで、地割れみたいなの起こって、そこから出てきたんです。なるほど、じゃあ2階行こうか。はい、1階クリア。ほんとだ。気になる。あ、でも暖炉の鍵は結局無理なんですかね。あそこだって鍵いるみたいな、なかった。これは何？ここ見てないよね。はい。あれ、なんか、バローズ家の鍵持ってませんでしたっけ。持ってた。それでも今持ってないんですよ。ほんとだ。あの子に取られたのかな。暖炉行ってみて鍵とか意味ないですかね。
行ってみる？あ、まあでも2回行くなら全然、まあ、もう2回行ってみよう。右から行きます。はい、書き方むずいな。あ、絵とか見ればよかったか。もういいか、どうせまた後で見れる。お、ここがこの辺開けると、まずはこの引き出しから見ましょうか。サイドボードなかなかいいデザイン。そんな暇ないだろ。あとも触れない。ソファー。あ、その状態だからです。あ、そうかそうかそうか。一緒かなこれは。一緒か。これが見れる。ボロボロになったり化粧箱が置かれている。うん。絵は？絵は見れない。ソファー。ソファー見れる。スプリングが突然飛び出している。テーブルも見れる。テーブル。埃以外何も乗ってない。今2人に会ってあと何人に会わなきゃいけないんだ。あ、暖炉、ここに暖炉だ。鍵じゃねえのこれ。ああ、まあ、一応見ますねこの辺。はい、次に進む前に女性が、はい、まるで生きてるみたい。怖いこと言うな。でも見ときましょう。このね、これもあんのよ、棚みたいな。本当だ、棚は触れない。じゃあ ここだ。来たんじゃない。来た来たね。行くよ。行きましょう。通路がある。 M 行く。まだ早いか。まだ早いか。そうですね。まあ、ちょっと最後に取っとこう。はい。さすがまだ武器がなさすぎる。だってもう2人にしかまだ会ってないですもんね。うん、そうだね。2人ともどっか行ったし。ですよ。はい。この辺の絵も見れそう。一瞬変な音。うん。うん。やだな。うわっ、ああ、ちょっと、ああ、よかった。奥にも行けそうですもんね。こっち行こうか。せっかくなら隣の。多分繋がってんのかな、こっち。繋がって、一回降りないといけないかもしれない。こっちに。あ、行けた。あれ？あ、選べるね。うん、入ります。このドア、何がある？うわ、鏡台。待て、隠れる場所が一個もないんだよね。ねえ、ああ、今そうべき、お化粧もしてない。でも段ボールの中とか、あとキッチンのフライパンとかで倒すんじゃないですか。段ボールどこあったっけ。段ボールなんか1階あれです。キッチンの奥なんで結構遠いですけど。結構遠いね。ああ、一度はこんなベッドに寝てみたいわね。この真ん中の棚は選べない。こっち、ここにまた暖炉がある。はい、で、あ、そっち暖炉か。はい、ここには何もない。暗くてよく見えない。あ、懐中電灯。懐中電灯。おっ、ここで使えるんだ。おい、電池が切れている。電池探さなきゃね。え、ミニテーブルが置かれている。なんもない。電池か。ありそうなとこなかったですもんね。今んとこないね。これ何ですか、大島さん。はい、これ、行き止まりだよってこと。どれ、これ。ドア入ったらドアが2個あるよって、うん、で、ここはまだ、ここのドアまだ開けてないんだよ。ああ、なるほどなるほど、うんうん、そっち行きますか。行こう。面白い。あ、入れる。え、何、エレベーター。
違う。ここ入りますよ。はい。うん、あれ？あ、そうか。これ1回、1回とは2回だもんね。同じデザインの。あれ？開かない。なんもないよね、鍵は。今のとこね。ないっすね。はい。鍵2個ぐらいもらってた気するけど、ないね。確かに。なんか交換みたいになったんですかね。あ、ここは入れる。気持ち悪い。あー、あれの2階だ。あ、でもそこ選べますね。おう、わ、え、どっちから来るの？そっちから。あー、あー、近い。しかないよね。でもあの寝室で、そこそこのベッドのとこ隠れないとかね。いや、隠るとこない。ワンにもありましたよ。でもちょっとキッチン行こう。どっち、左、こっち、こっち。あ、キッチン、そっちからが近いですね。あれ、ん、で、どこ。大島さんのあれがわからない。え、あれ、こんなとこあったっけ。これが滝なら、ここかな。あ、じゃあ、滝だね、ここ。あ、なるほど、なるほど。で、こっち、そっち行ったら、ここに出てくるだろう。遠いよ。で、で、これ左、こっち右です、右。あれ、ここ開くようになってる。え、さっきまで閉まってたとこだ。え、隣の部屋、ここ2個目ですかね。なんか遅くない？遅いっすね、体力。え、どういうこと。で、どこ、どこだ。これで真ん中行ってみますか。え、全く意味が分からないぞ。え、どこの。え、待って、戻ってきたじゃん。どこなの、キッチン。あ、これの隣だ、隣。ん、ここだ、今。ここですよね。こ、右ってこと。右違うよね、右入ったもん、今。こっち、ここに入ったな。え、やっぱ迷った。ここ寝室です、寝室。やべえじゃん。あれ、上逃げるかも。やめとくか。あれ、全く意味わからないぞ。地図が全く機能してない。どういうこと。これで外出るだろ。この扉なんですか。これだよ、これ。その奥あるのか。この奥だ。これは？あの真ん中開かなかったんですか？真ん中開くよ。あれ？何これ？確かに意味わかんない。あ、そうですね。意味わからない。あれ、こんなんあったっけ？お、着いた。あ、着いた着いた。全く意味がわからない。頼むぞ、俺らにここしかねえんだ。今俺らにここしかねえんだ。バレるな、いける。これは俺らには今ここしかねえんだ。ここが、いけるいける。ねえじゃん、隠れるとこ。え、マジで唯一あんなに迷って迷ってたどり着いたのに。はぁ、ちょっと待って、無理なんだ、箱の中は。